はい、お待たせしました。はあ、クーラーつけました。遅れたけど誕生日おめでとう。ありがとう、ありがとうございます。よいしょ。なんか私よくわかんないんで、あ、60回ママありがとうございます。なんか夏バテになってる気がしてですね、自分が。ちょっと今日はなので少しの配信なんですけど、うわ縦になった。よいしょ。ね、夏バテの、いやちょっと前かな、わかんない、完全に夏バテになったかはわかんないんですけど、服がなくてですね、ま、なんか全然お腹が空かないの、とにかく、ま、それだけ本当にあのお腹が空かない、それだけです症状は。あとあんまりなんだろう、寝ても寝てもっていう。ねえ、なんかわかる？食べたい、そう食べたい気持ちにならなくて。そう、ちょっとネギトロも今日は大丈夫っていう感じで、なのでなんかさっぱりできる、あのなんか豆乳のバナナ、私配信でもねよく飲んでたんですけど、それを買おうと思って買ってきたんですよ。それでなんかまあ袋もらわずに手でその外の2リットルを担いできたんですよ。でなんかそしたらどうもその担いで家まで帰ってる時になんかその付属のなんか蛇口みたいなストローみたいなのがあるんですけど、それを私道端に落としちゃったらしくてお家帰ってきて飲もうとしてもそのなんか専用のなんか継ぐ太いストローみたいなものがないから飲めなくて、どうしようかっていう。せっかくその食欲ないからすっきりしたくて買ってきたのに、ありゃっていうことがありました。観賞用になってます。そう、なんかあの牛乳みたいなこのパックの折り方してなくて四角形なんですよ。そのそれでその特別なストローみたいなのがないと飲み口が他になくて、だから絶対それを飲むに必要なのに、そう牛乳は、そうなの、パック開けできないやつ、たくましく担いでる場合じゃなかったんです。もう一個同じやつ買うしかないっていう。困った。困ったさん。びっくりした。嘘。なんかごめん、こんな。ピンだしこんな変な話してたのに。ありがとう。ヤナさん、ありがとう。エチゴンさん、ありがとうございます。すごーい。すいません。これは、きっと、
お誕生日タワーかな、もしかして担いだっていうタワーじゃないよね。ありがとう、ありがとう。7755にお名前追加するね、ありがとう、ありがとう、見てね755、ありがとうございます、本当に22歳になりました。あ、もしかしてあれかな、昨日見れなかったからっていうお気遣いですか、申し訳ないね、逆にそんな気を使わなくていい。なんかね、私昨日予約して、ね、昨日いらっしゃらなかった方もいらっしゃるので話すと、なんか、うん、今週末に地球が終わっても大丈夫みたいな、なんならもう地球が終わっても私は NGT に入れて幸せだからもういいよねってもういいよねというか、あの、なんだろう、地球が、地球隕石が落ちてきても私は大丈夫ですっていうお話をしたんですね。で、私あのその後にあのコンビニにあの飲み物買いに行ったんです、歩いて。そしたらなんと空になんかこうもうウィーンみたいな、なんか赤いなんか石ころみたいなのがもうウンってこうなんか地球に落下していくのが見えて、え、待って、これ私がなんか地球終わってもいいって言ったから地球終わっちゃうのかなって思って、そう、隕石かと思ったんですけど、多分まあなんかそれはなんか隕石っていうニュースになってなかったから、あ、流れ星だってなって、そう、私がなんかショールームで地球滅んでも大丈夫って言ったから、なんかフラグ自分でなんかさ、フラグ立てといて、アニメみたいなんだけどさ、すごいもうなんか宇宙規模の何かを動かしてしまったのかと思ったんですけど、そう、飛行機じゃなかった、いや私もあのなんか UFO と宇宙、あ、違う、 UFO という飛行機結構よく間違いがちじゃないですか、あ、 UFO だって思っても、いや、あれは飛行機であってね、なると思うんですけど、本当に何だろう、あの停止してなかったんです。何、60回タワー新一さん、ありがとうございます、ありがとう。なんか昨日もなんかすごいいただいたような気がするんですけど、ありがとうございます、すごい、60回なのかそう、もうそれで私なんか隕石だったらどうしようって不安になって、でもなんかね、赤かったんです、赤茶色くて、もうスーって新潟市に落ちてっておお大丈夫かって思ったんです。なんかその時は空を見ている時はすぐ宇宙だって分からなくて、あ、宇宙じゃないよすぐ、隕石、いや、じゃない、すぐ流れ星だって分からなくて、何かが落ちてったぞって思ったから、全然願い事とか何もできなかったんですけれども、あの、まあ流れ星を誕生日当日に見れたっていうのがありました。嬉しい、なんか、ね、すごかった。あのよく漫画で何か隕石落ちるときにこう、それになんか空気抵抗みたいなのもボワ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 って、あれが出てたんですあ、赤いあれが出てて、なんだろう、隕石かと思ったんですよ。だから私でもなんか隕石だったらもっとニュースになってるしと思ったら、多分流れ星、ラッキーでした。なんか願い事できなかったけど、まあ、見れただけでもラッキーかなって思うことにしてます。え、絶対さ、3回の願い事は間に合わないよね。
だって見つけてこれは隕石なのか飛行機なのかなんか宇宙なのか何なのかって考えるだけでもう終わっちゃう無理だった。そう、あ、そうだね、だからレレレなんですね。練習しておかないと。でもなんだろうね、お、あ、流れ星に願い事って何願おうかな。私不老不死、不老不死、不老不死怖っ隣でさ、そんなこと願ってる人がいたら怖すぎてありゃしないよね。そういうのは撮影してトースポに連絡しないとてかもう撮影する暇もなく本当にあっという間だったの。忙しかった。けどまさか過去にも私見たことがあったんですけど本当に昔すぎて NGT 加入する前とかなのかな、今回は結構もうはっきりくっきり見えたので本当だと誕生日おめでとう、ありがとう、バラもありがとう嬉しかった。霊感がある方ですか、私ですか。なんかこの親指、あ、ちょっと見えないかな、親指のこの第一関節のなんかシワシワが分かれてると霊感があるらしいんですけど、私分かれてるんです。だから霊感あるねってよく言われるんですけど宇宙人はいると思いますか。難しい質問ですね。なんか私も今日暇だったからそういうの調べてたんですけど分かる。でも何かしらなんかいそう、生命体いそうな気がします。こうなんだろう、私たちが思ってるあのちょっと頭が大きくて目がつっててみたいなああいう宇宙人ではないかもしれないけれども、なんかあのミジンコみたいなわかんないけどそういうなんか微生物わかんない、なんかあると思います。なんかそういうの研究している方と友達になりたいな こんばんは。そうなの。あ、そうですね。10日に、真っ白地に出させていただきます。初かもしれないです、劇場でのマシラジ。 DMM で見てね。この間中止になっちゃった。マシラジで宇宙について語る。60回目ありがとう。そうなの、私の出番のままでして10日に出させていただくんですけれども、あ、そう、メールも届いたかな。8月6日、あ、今日か、あ、今日ね、本来ならば今日東京流通センターで行われる予定だったツーショット会の振り返り日が決まりました。8
8月の21日ね。ちょっと今のところ1日だけなので、もしかしたら6日揃えでね、予定を空けてくださっていた方の中には厳しい方もいらっしゃるかと思うんですけれども、もしもダメだった場合は、なんだろうな、お問い合わせかなになっちゃうと思うんだけど、はい、よろしくお願いします。すいません。8月19日が渋谷でツアーじゃないですか。で、20日がおしゃべり会です。で、21日がツーショットという3日間連続皆さんと、もしかしたらね、中にはお会いする機会があるかもしれないという、もしやもしやもしや、8月21日1期生さんのお披露目の日、素敵素敵だ。フルーブありがとうありがとう。そう、なんか私8月6日私のおすすめの日で、誕生日の次の日で、22歳の成り立ての私に会いに来てくださいっていう風に楽しみにしてたし、多分私のファンの方ももう、なんだろうな、他の日程とちょっと迷ってたら、まあ、6日にしようみたいな、なんだろう、うん意気込んでくれてたと思うんですよ。8月6日はかえりちゃんの誕生日の次の日だからって。でもちょっとね、今日できなくなってしまって残念なんですけれども、まあでも気持ちは変わらずに、昨日いっぱいお祝いしていただいたし、今日もお祝いしていただいて私は嬉しいし、気持ちを気を落とさずにね、楽しめたらいいなって思います。そう、まずオンラインが11日にあって、そうだね、11日オンライン、19日22日って形で息抜きしに来た。こんばんは。本当にね、予定の調整をよろしくお願いします。残念ながら中にはね、お仕事とかってある方もいらっしゃると思うので、そういった方はお問い合わせか、ちょっとまた次に出るアナウンス待ちでよろしくお願いします。あ、そうなんです、10日のマシラジイベントは私です。21日最後の分、生誕ティー来てくる、ありがとう。あ、初生誕ティー、あ、でも19日もあるか、うん、みんな今月のうちに来てくれるかな。バラありがとう、ハートもありがとうございます、よろしくお願いします。知らない方いたら拡散しなきゃ。サイリウム6本入れます、ありがとう、嬉しい。県民会館の方でも本当にたくさん私のサイリウムをね、もう勘違いかっていうぐらい見つけましたし、2階席の方もいっぱい振ってくれてるの私見てました。なんか私もなんか 2.5 階ステージに行くことが結構多くて、そこだと2階の方すごい近くで1階よりはねよく見えたので、安心してくださいね。席はね、なんかさ、座席がなんかジェットコースターみたいになんかぐちゃぐちゃ動けば
またいいんですけど、ちょっと座席は固定なので1公演分ね、もし席運がね悪かったら落ち込んじゃうかもしれないんですけれども、あの私たちはこう2階席の方にもパワーを届けられるように、みんなも結構上向いてて、はい、見てたので安心してくださいね安心してよあ、ラブビームありがとう、ありがとうございます。クランカーありがとう、60回おめありがとうございます。うん、本当にそのなんかさ、そう席に関してね、しょ、やっぱでも私もすごい確かにな、しょ、あの楽しみにしてたらね、席によってはちょっとショック受けちゃうこともあるかもしれないけど、でもメンバーはなんかもう逆に2階席の方にももっと楽しんでほしいと思って、逆にいっぱい目線を配ることも絶対あると思うしね、安心してください。かいりちゃんもいろんなところ、あ、いろんなところ見てます、いっぱいよそ見しよう、よそ見よそ見しますねはい、え、なんか私のマイファーザーがですね2階席で見てたんですかね、なんか2階席で見てたらしくてなんか私はなんかカイリは動きが独特だからなんかすごい分かりやすかったよっていう感想をいただいて2階席で見ててくれました。母と妹が、妹は普通の席で見てくれてた、うん、でね、なんかねちょっとね、おいしっかりっていうのがあって、なんか撮影可能タイムあったじゃないですか、アンコールにソフトサーブと何かがいる、でなんかあのミューのお父さんが撮影してて、あ、そうじゃん、私のお父さんはね2階席から、いやちゃんと撮影してるだろうなって思って、お父さんにパパにあの撮影してくれたの見たいって言ったら、え、なんかよくわかんないんですけど撮影しなかったらしくてねえ、もうしっかりしてと思って、なんで撮影してないのっていう何して2曲何してたのっていう感じ悲しいです。でも皆さんがねツイッターでたくさん載せてくれてたのでそれを見てました。うん、え、なんか私のお父さんなんか恥ずかしいとこなんかそれで、そうだよね、記憶でっていうことだよねっていうふうにしておくんですけど、そう、周りの方とか絶対もうみんな撮ってる、もう待ちに待った撮影タイムなのにまずお父さんが撮ってなかった、あとお母さん撮ってくれてたんですけど、なんか携帯の調子がその時だけ悪くなっちゃったらしくて保存できなかったって言って、えぇ、ー、みたいな、もう佐藤家全滅、妹も調子悪くてなんかわかんない、なんか保存ができなかったって言ってたよ、うん、困る。なので、まあ、まだツイッターとかに載せてないよっていう方、ぜひ私の髪の毛一本でも映ってたら載せてください、お願いします。そう、お父さんも天空席から2階から見てくれてたけど、カメラというかもう携帯を出す素振りもせず、出す素振りもなくっていう感じらしい。誕生日おめでとう、ありがとう。え、今からでも全然間に合います、見る見る、これから生誕のツイートも見るし、タグとかハッシュタグで
はい。いやー、誰も撮影してなかったので恥ずかしかったです。なんかそうやって周りに流されるの良くないと思う。もうなんだろうな、恥ずかしいとかじゃなくて、もうちゃんと娘の勇姿をこのスマホに撮るぞってしてほしかった。東京会までカメラロールの容量を開けるね。ありがとう、見る。なんか女性席が上手にあったんですけど、東京公演もそうなのかな、あの感じなのかな。うん、しっかりっていう、ね、みんなも、まあでも東京公演であるといいよね、撮影タイムがもうそもそもなんかちょっとある前提で私言っちゃったけど、でもあるとも限らないじゃないですか、限ってほしいんですけど。またえ3回まであるの、そうなの。撮影と拍手で悩む時より優しすぎ。そんな時でも拍手を忘れないなんて鏡すぎる。いいよ、撮影タイムの時はもう思いっきり撮影に集中して大丈夫ですよ。うん、えどうしよう、3階席からスマホ落ちたら。びっくり。うん、1日に行こう。確かになんか結構あの公演って、皆さんにはちょっとどう映るかわからないんですけど、意外とハードなんですよね。着替えがハードだからかな、ほぼ出るっぱなしみたいな。なんかスマホコッパみじんで、だからね、2公演頑張る、2公演までに、あ、まあさすがに治ると思うんですけど、夏バテを治しますね。私がこうやって自分からお茶を用意するなんて珍しいので、うんうん、あとなんかユニット公演で1時間の公演に結構慣れちゃってたから、2時間ロングに思える。そば負けずに食べよう。本当にもう私謎の監督してるから。新潟も2公演だった、わかる、普通に2公演したかった。うん、でもツアー、なんか待って、ピアスの穴が開いてるように見えませんか、勝手に開いたのかな。カエリちゃんのお父さんって運動会で撮影してくれたのか、わかんない。なんかでもあの私の記憶では、なんか持久走マラソン大会が小学校の時に毎年あって、なんかそれお母さんが撮影してくれてたんだけど、なんか全部お母さんの応援の声が入ってた。カエリあと何メートル越せるみたいな。全部入ってた。あ、なんか、あ、思い出した、お父さんはあのカメラじゃなくて、なんかあのマラソン大会中に、なんか私がねグランド走ってるんですよ、ぐるぐる、そのなんか場所に立ってて、今のところ8位だよみたいな、なんかこのペースで行ったらどうだよみたいなのボソボソって言われてる。あそこそこを通るたびに。とても、まあ、プレッシャーだったね。あ、それがもう いい意味のプレッシャーでしたね。え、見てください。なんか、いや、全然開けてないんですけど、なんかこのシワによって、なんか、ピアスを開けたように見えますね。想像できますね。そんな感じでした。そう、耳たぶ、とっても、怖い、なんか伸びる、柔らかいです。お茶なくなっちゃった、あ、ここにもある、これ飲みます。うん、
役割がね徹底されてる。本当になんか私のお父さんとお母さんなんかもうすごいバランス取れてるんですよ、性格が、うん、とってもいい、いい、なんだろうね、いいと思いますだるまとハートありがとう。本当にいっぱい飲んで、うん、どちらに似たの？え、性格はお父さん。でもなんか本当にあの私お父さんになんか日常が結構女性女の子してないのもあるかもしれないんですけど、お父さんに似てるんですよね。え、途切れるってなんか私、え、この家なんか電波妨害されてるかもしれないWi-Fi 切ってるのにさ電波が止まるってさ、なんか妨害されてる普通の住宅なんですけどね、一見一見普通の住宅なんですけど、なんだろう、え、もしかしたらそう、え、アンテナなんか倒れちゃったかな、なんか後で見よう、見ようっていうか見たことないんだけどどこに立ってるかわかんないけど誕生日おめでとう、ありがとう。なんか普通にね YouTube 見たり TikTok 見たりする分には全くなんとも困らないのに、ショールームするってなるとこうなる。え、なんか私にショールームさせない、営業妨害携帯が電池切れて起きてたねえ、私携帯の電池が切れたらもう心配すぎてすぐ充電しちゃうよ。クラッカーありがとう。ショールーム側なのか隕石が何なのかな、わかんない、どうなの。14日のツーショット会、14巻、あ、私は21日かもしれないです。ね、14日って寺ひなだけなのかな、どうなんですかね。なんかでも私ちゃんと読んでないんですけどちゃんと読んでないけど、ニュアンスで見た感じに寺ひなだけ、え、14日ある、何、あ、14日もあるの、あ、なえ、なに、あ、新潟でかな、新潟でですか、早着替え、早着替え、振り返り、ごめんね、振り返り、あ、もともとある日ね、あー、そういうことね、あ、そうです、なんか寺ひなが7月いっぱいで卒業する予定だったけれども、なんか14日に振り返られるよっていうので、私たちは確かにもともとあった、うん、びっくりしたそうか、でも振り替えの日ではないのかな、私たちは。なるほどみんなを焦らせてしまう危ないね。7月の振り替えはまだ出てないね、なんか今ね出てる日にち好きなところどうぞっていう風にならないのかな、ねえ、早く知れたらいいよね。お休みしちゃうところまでさすがに参加させてくださいどうしよう、家でショールームしてたらまったり、ツーショットのポーズに悩む、え、なんだろう、こういうのとかどう、全然ハートに見えない、このなんか縦画面のせいで
なんか変なポーズに見える。ハートとか。ね、こうハートとか。うん、22歳ポーズ。ドラさん。あ、ドラさんこれでコンプとかどうですか？ドラさん。うん。タコありがとう。ギャルポ、え、ギャルポーズしよう。ギャルポーズのポイントはなんか手首を出すみたいな、そんな感じ。かわいい、ありがとう、ハートありがとう。はい、でも全然なんだろう、型にはまったポーズじゃなくてもいいですよ。ポーズ名なくとも、うん、全然なんかこな、うん、なんかやりたいのあったら。え、なんかすごい途切れちゃってるような気がしてます。途切れてる雰囲気で言ってる。お誕生日おめでとう、ありがとう。22歳になりました。え、なんか途切れてるらしいね、いっぱい。関節が硬くてギャルポーズができない。いや、全然ギャルポーズ、普通のピース。ねえ、固まっちゃうんだね、悲しいな。せっかくどうすればいいんだろうな。通所ではよく、かわいい、ありがとう。タコもありがとう。かえりちゃんポーズ。かえりちゃんポーズ？こんばんは。残像ツーショット。躍動感。うん、デイリストポーズ。もう何でもしましょう。じゃあ、その、じゃ整理しましょう。ちょっといっぱい情報があって分かんなくなっちゃうので。まず、8月の11日に、新潟で、あ、新潟でっていうか、まあ、場所はおのおのでオンラインおしゃべり会があります。14日にもオンラインおしゃべり会がある。21日に東京で、今日の振り替えのツーショットがある。この3日間でよろしいでしょうか？合ってますでしょうか？今日はみんなこれを覚えて寝てくださいね。こんばんは。合ってる？あれなのかな？21日は、あの、6日の部数、部の時間でいいのかな？あ、もうないんだ。あ、私書いたのね。おすすめのポーズ、小顔でお任せって言ったら、あ、このハートも可愛い。全然ありよ。そうだよね。え、1部から5部か2部から7部のどっちだったっけな。1部から5部かな。待ちしてます。待ってるね。あ、また電波悪くなってきちゃったんですけど、今日はこんな感じで終えようかな。ポンコツポーズでもいいよ。はい、では、あ、3部から7部、ありがとう、違った。ありがとう。じゃあランキングをお読みしたいと思います。第13位にしたむさん。あ、変わっちゃった、待て、読んだ瞬間にありがとうございます。13位すぐさん、ありがとうございます。12位出山さん、ありがとうございます。11位とんすけさん、ありがとうございます。10位ぼんたかさん、ありがとうございます。9
9位ロヒーさんありがとうございます。8位いつもスケハシーナさんありがとうございます。7位ヒロポンさんありがとうございます。6位クロハスさんありがとうございます。5位ハヤトさんありがとうございます。4位タカシさんありがとうございます。そして第3位ヤノさん、タワーありがとう。エチゴモさんありがとう。そして、しんちさん、このタワーはもうすごい特別みたいな、60回ありがとうございます。ではまたまたまたありがとうございます。みんなおやすみ。今日何曜日なんだろう。まああ、でも今日もともとツーショット、え、今日日曜日だったってこと？ツーショット会ってことは、あ、じゃあ明日からお仕事頑張ってください。バイバーイ。